こちらでは NTT コミュニケーションズ株式会社様と共同開発を進めているカメラシェアリングサービスパンをご紹介しています。観光地やテーマパークに行った時、さまざまな場所で記念撮影ってしますよね。最近はスマートフォンを使って自撮り、セルフィーを撮られる方も多いのではないでしょうか。パンは今までの自撮りを変えるようなサービスと伺っていますが、一体どのようなサービスなんでしょうか。パンは設置されたカメラをみんなでシェアして、撮影できるサービスになります。テーマパークや観光地で、これまでに撮れなかったアングルにカメラを設置して、撮影できるサービスになります。家族みんな、グループみんなで、撮影を楽しんでいただき、思い出はクラウドに溜まり続けます。カメラはあそこに設置されているんですね。早速私たちも撮ってみましょう。3、2、1。すごい、トリックアートのような写真が撮れました。皆さんも誰にも真似できない自撮りを試してみませんか。